はい、こんにちは、理学者の岸田です。元理学療法士の麻人です。今回は最近思うことがあるからちょっと話させてもらいたいんだけど、はい、偉そうなやつが多すぎるなって。どうした？まあ、要は金稼いでる人とか、なんか権威があると世の中的にされてる人がすごい偉そうで嫌だなって思うことが多くて、特にまあ俺は童顔だし年も下だから、なんかゴルフコンペとかに行くとさ、すごいさ上から取られることが多くて、まあそれ昔からそうなんだけど、これ持論なんだけど、別に金を稼いでたりとか役職がすごいあったりとか、この権威があったりとかしても、それと人間としての価値って全然関係ないと思うんだよね。で、人間みんな対等っていうか、上も下もないって、まあ綺麗事だけど、要は金を稼いでるっていうのは金を稼ぐっていうことをやった人だから、それによって得られてるものがあるじゃん、もうすでに。そのお金という資本を自由に使っていいっていう対価を得てるじゃん、それがお金をいっぱい使うことができるっていう人なだけで、ああなるほどね、価値が高いわけじゃん、その人間としてのってことね。そうそう、だから偉そうにしていいとかマウント取っていいとかいうことじゃないし、あとなんかムカつくのが、それによって態度を変える人、あーいるね。なんかね、すごい思うのが、俺結構童顔だし年も下だから、すごいさ、最初当たり強いっていうか、なんか教えてやるよスタンスで来られることが多いんだよね、そういうところに行くと。で、あ、若いの頑張ってんねみたいな、教えてあげるよみたいなスタンスで来られることが多いんだよね。で、何やってるのとかって言われて、まあ、店舗数は多いじゃん、うち、あ、今日本で生態70店舗くらいやってて、海外に今行っててみたいなこと言うと、コロッと変わるんだよね。なるほどね。なんか急に、あ、そんな、そうなんすか、そうなんすかみたいな。その人がどういう人か知らないけど想像つくわ、その態度変わるの。そうなんよ、なんかめっちゃ変わるんだよ。まあその変わるのを見て、なんか俺はちょっと気持ちいい反面もあるんだよ、ちょっとスカッとする反面、なんか舐められてたのが急になんか来たからガッサって思う。でもなんかそういうことしてくる人はすごくこう信用できないっていう か、なんか人間的にあんま好きになれないなって思うんだよね、だから気をつけた方がいいと思うんだよね、そういうの。そういう態度をさ、されてる側ってすぐ分かる、分かる、舐められてんなって。だから逆に、まあ、俺舐められるのは嫌だけど、上にも下にもすごいそういう態度で行く人いるじゃん、まあ、そういう人は嫌だなって、なんかムカつくなって思ったりするけど、みんなにやってるとまだいいっていうか、まあ、なんかかっこいいなと思うわけ、上にも噛みついていくから。そういう人はまだいいけど、上にはヘコヘコして下にはすごいこう偉そうにする人とかは、ダッセーって思っちゃうんだよね。あともう一個は、今会社をうちはやってて、他の役員のことを、まあ、俺はすごい尊敬してる、仕事もめっちゃできるし、単純に俺が先に自分で始めたしリスクも取ってるから、一応代表で役員っていう感じになってるけど、なんか別にどっちの方が能力が高いとかっていうのはあんまないと思ってて、なのに俺にはかなり下手に来るんだけど、うちの幹部に対してはめっちゃこう上から行く人とかいるんだよね。あー、なんかそれ嫌だね。まあ、うちのピラティスの代表のドダーとかと飲んでた時に、経営者の人何人か来て、俺はこいつめっちゃできるやつで本当にいいやつだしっていう話をしてたら、固いことを言ってたかな。そしたらなんか、お前そんなんで何か本当はしたいんだよとか言ってなんか言われてて、でもさ、それさ絶対俺には言ってこないんだよね。あー、なるほどね。うちの役員とか幹部とかにそういうことを言ってきたりとか、そういう態度を取ってるのを見て、いやムカつくなって。いやー、なるほどね。なんかそうやって人によって態度変えんだみたいな、なんか小さく見えちゃう。いや確かに、なんかがっかりでしかない。でもさ、結構いるよね。結局さ、そのいろんな人からのやっぱ評判がいいとかさ、立場とか何も関係なく平等にリスペクトしてる人の方がさ、やっぱ人間としてやっぱ求心力ってめちゃくちゃ高いと思うんだ。なんかさ、関係性ができてればいいと思うんだよね。仲がある程度良くなって、社内とかで、まあ、それはさ、人によって態度が変わるっていうのは、相手の受け手側のどういう風にされた方が心地がいいかとか、役割上言わなきゃいけないこととか、そういうのがあったりとか、関係性とかがあるからいいんだけど、なんか初対面でそれやるのって意味わかんないじゃん。同じ人間としてもういい年なんだから、まず相手のことをある程度尊重するところからじゃん。だから自分の話をずっと喋ってる人とかも嫌いなんだよね。あー、いるね。でもさ、多分そういうマウント取ってくる、まあよくいるんだよね、飲んでて、めっちゃ自分の話ばっかりしていて、こっちには興味ないみたいな人、これってまあ自分が悪いと思うんだよ。でもこれが俺が例えば総理大臣とか孫正義だったら、多分そいつは自分の話しないで気使って話を聞く方になると思うんだよね。なるほど、確かに。だからまあこれに対して孫正義になってない自分が悪いなって思うところと、この人なんかちっちゃいなってなんかこう大人としてどうなのって思う部分とある。あ、そこですごいやっぱ思うのは、稼ぎとか権威とかっていうのは人としての価値とは無関係だと思うわけ。社長とか役員とか幹部とか、まあ役職者だね、部長とかでも課長とかでもそうだし、インフルエンサーとか、インフルエンサーとか特に思うんだけど、別にこの辺の人たちも偉いわけじゃないと思うんだよね。役割だと思うんだよね、社会的なね。組織ってやっぱピラ
ラミッド構造にするのが一番合理的だと思うから、うん、誰かが責任を取んなきゃいけないし、うん、誰かが最終決定しなきゃいけないから、うん、でこれは自分が今やってるんだ会社では、うん、でも別に俺が偉いっていうよりは代表っていう役割がそれをやる役割だからやってるだけで、うん、別にその仕事のこの局面じゃない場面であったら別に人間同士対等だと思うし、それを勘違いしてる人いると思うんだよね、うん、あ逆にでもさ、キッシーぐらいの規模の会社になってさ、なんでそういう思考でいられるの？なんか多少やっぱこう天狗になっちゃう時ってあるような気がしてて、で俺も天狗になってるとこはなってると思うんだよね。自分の能力を過大評価してる部分もあると思う。いや俺はやっぱあるんだ。いや1000店舗やれるとか思ってるから、まあ、これはなんかある程度調子に乗ってないと思わないと思うんで、うんうん、自分の能力に対しては天狗になってるって自分で言うのも変だけど現状の実績とかあれに伴ってないようなことを言っちゃったりしてると思う反面、別にこれって誰にも迷惑かけてないからいいかなと思って、うん、そう別にさ攻撃的じゃないじゃん、うんうん珍しい気がする。まあでもそうかも。でもなんかこれで思うのはこの方が得だなとも思ってて、経営者になる人って我が強いんだよね、うん、でそういう人だから前に突き進めるみたいなところはあると思ってて、だからそういう属性の人が集まりやすいと思うの。まあ研究者とかもそうかな。なんか今度そうなってくると、うん、そのレイヤーの人たちってそういう人ばっかりになるから、うん、ここでそういう調子に乗らないで普通に謙虚にやってるとすごいいい人みたいになる。これも普通のサラリーマンでやっててもあんまりこうみんな大体そうだから、うん、そんなにこうそこにバリューが出しづらいんだけど、この役職になってくると自分勝手で我が強いんだけどすごい突破力あれみたいな人が大半になってくるから、うん、ここで普通にしてるだけで普通の方が目立つ。なるほど、逆にね、逆に美味しいっていうあって思うから、なんか凡人が起業するメリットってすごいあると思ってて。なるほどな。なんか結構俺は昔から人の目ばっかり気にして生きてきた人生だったから、うんうんうん、なんかこう相手の気持ちみたいなのすごい考えるんだよね、うん、学生の頃とかやっぱマウント取ってくる小山の大将みたいないるじゃん、うん、なんか俺あんま好きじゃなかったのね。陰キャなりにそこで人を見ててこうはなりたくないって思ったんだよね。あなんか偉そうにして、まあ、同じ学年でちょっと体でかいだけで、うんうん、確かに何偉そうにしてんだってそうなんか別にそんななんか何も価値も生み出してないしさ、うん、自分は力を持ってもうこういう風になりたくないなってすごい思ったんだよね。でもなんかそこで気づいたのは力を持たないと優しくても意味ないんだってことは思ったんだ。優しかったんだけどなんか優しいだけだただ舐められてさいじられるだけじゃん。で、あこれ力がないとダメなんだなこの社会はみたいに思って、うん、で今仕事しててもそれ思うから力をつけようと思って、でも力をつけた先にああなったら同じことだと思うから。いやそうだね。だからそれは絶対したくないなと思ってうん、でもなっちゃう部分もやっぱ人間だからあると思うから、うん、もうそこは戒めていきたいなって。あいつ調子に乗ってるとかそういうことを感じたって人は言ってほしい。多分それ俺もそういう戒めようと思っても気づけてなくてなっちゃってると思うから、うんうんうん、そうなったら言ってほしい。あ分かりました。そうなりたくない本当に感じたことないけどね、決心にそういうマウントというか、だから偉そうな感じは、なんかそういう人たちを倒したいっていうか、いい人が最後報われるっていうところを証明したいんだよね。なるほどね。でなんかその点シンガポールに来て、うん、シンガポールって結構さ駐在の人が多いんだよね。エリートサラリーマンみたいな、うん、日本ですごいいい大学行って競争に勝っていい会社入ってその中でも出世していって、うん、シンガポール駐在勝ち取ってるみたいな、うん、人って、まあ、頭いいしなんか常識あってそういうところ結構なんかあんまりマウント取ったりとかしてこないなっていうイメージ。だから日本のこの業界の経営者の人たちとゴルフとかよく行って、うんうん、こうなんか何十店舗やってますウェイみたいな一回りぐらい年上の人たちとは違う空気感で、俺はこっちの方が今んとこいいなっていう、ああ居心地はいい感じなんだ。駐在の人ってみんな話分かる。まあそうじゃないと出世できないじゃん会社の中で。確かにそうだよね。偉そうにしてたら評価されないもんね。うん、だこれがちょっと足かせにならないようにはしたいなと思ってるんだけど、突破力みたいなすごいじゃん、うん、その経営者のその、うん人たちってこう押す感みたいな、あそれで突き進む力があるっていうのはリスペクトするべきところだと思うから、うん、そこは自分もしっかり突っ込んでいけるようには維持しながらも謙虚に選ぶらないでいきたいなと思ってるっていう感じです。ということで今回は最近キシロが思うことっていう話をしてきました。はい、はい、ここまでの動画参考になった方は高評価チャンネル登録してもらえて嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。理学のキシロでした。今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して、詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。